私立新井学園ラジオ。村田です。両手前こと。村田です。原焼きです。イエス、100回です。100回放送ですよ。私は今、大阪亮太さんの家に来ています。うわ、なんだこの人。うわ、すごい、すごいぞ。だからね、この言うな、捨てんの。なんだこのすごい家は、すごすぎる。はい、ということで、100回ですよ。ついに、もう80回ぐらいからね、何回だ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 とね言ってきて、ついに100回です。いやー、どうですか今の気持ちは。どうしたお前は。どうしました。自分の家だからちょっと緊張してるんですか。ちげえ、お前がうるせえ。自分の家のこともあれです。食べました。花浦月です。あーこんなに大きな声を出しても大丈夫なんですね、この家は。いやー素晴らしい。うっせえこいつ。今日は俺極限でさ、お前これクッションもふかふかなんですよこれ。あったかいか。床もねあったかいんだ。なんですかこのサイン、サインの数々。サイン、サイン色紙の数々。お祝いの数。うわ、うちにこんなのないな。嘘つけ。お前バカだろ。今日飲んできたってことがバレちゃうじゃん。ね、ちょっとね、100回なんで、ね、乾杯しましょう。乾杯しちゃいますか。なんだこれは。どう開け、どう見てもこれ皆さん、気をつけてくださいね。開けますか。開けちゃダメだよ、ダメだよ。ほら、カメラ狙うぞ。おおおおおおぶお前、何の余裕もなく開けますよ。もう何の余裕に映った。お前一番びっくりしちゃった。もうちょっとこんな感じ。なんか行きますよとか言え。めでたい。なるほどね。風呂場がね、やばいんだわ。ジャグジーですか、あれは。いや、ジャグジーはないな。ね、あれはよかったわ。はい、ということで、じゃあ、はい、ね、はい、行きましたね。あばい、すげえ。はい、じゃあ、100回記念の乾杯の温度をね、はい、ぜひ、姉君に。姉君に。聞いてない。君がやりたい。いや、本当にね、もう大花もね、100回ですよ。気づけば2年近く。やってますからね。全て皆さんがメールをね毎週送ってくれたおかげ、うんうん、そして最近スポンサーになってくださったマリエンターテインメントさんのおかげでございます、うん、はい、ということで100回を祝して乾杯。乾杯。嘘だろ。びっくりするで前じゃったんじゃねえか。タオルタオル。これはいいな。もう進みすぎだわ。じゃあありますから。嘘だろ。バカ野郎。機材。見てろだな、これ。もうこれ欲しい。え？これマイクプレゼントね。これいやダメだ。視聴者プレゼントね。何これ？これ。ゼロスタップス。へえ。何これ？何これ？これ。メトロイド。メトロイド。メトロイド知らない？知らない。メトロイド知らないの？マジで。何これ？お前全然世代だろ。え？あとね、ちゃんとカミコンやってたよ。シドニアの8巻と9巻。あとダイヤの23、24。プレゼントします。なんでお前。まあ、なんか、勝手に見ろ。うん。それやめとけ。早いやつが。なんかいっぱいあるんだろうな、これ。あいつマジさ、来た瞬間からさ、家ごっちゃごちゃに話しやがって。いいのありません、いいの。まあね。毛抜きです、毛抜き。毛抜き、それ多分使ってないよ。毛抜きプレゼントします、これ。実用性がある、ね、はい、いやいいですねこれ。まあ、ちょっと探しただけで、ね、こんだけねあるっていうことだね。そうだね。もう100回続くなんてなかなかね、うん、ないっすよ。ないことそれはもうね、2人のね、ないことないこと、そうだね。何してんのかな。祝辞を今から言うけど、どこ向いてんのかな。
先輩がね、今からね、祝辞を言うんだよ。怒られるか。とにかくね、また怒られるね。100回ね、200回、300回とね、行くようにね。そうですよ。あれ怒られるよ。嘘ですよ。UFO 見えるんだけど、UFO。あれくん。はい。はい。UFO は見えないと思う。UFO は見えないと思う。見物柄、進撃の巨人いっぱいいるんですか、ね。あ、なんかすごい。かわいい映画になってるよ。やめなさい、やめなさい、そこを去るのやめなさい。やめなさい。そこ、そこ。おい、バカ野郎。接吻はやめなさい。今はやめなさい。どうなったかな。あとで、あとで、あとで、あとで。名前が書いてないでございますね、これはね。ペンネームは書いてないでございます。申し訳ないですけども。こんな素敵なやつを書いていただきました。読ませていただきます。突っ込んでくれないの？放送100回おめでとうございます。毎週楽しく聞いています。最近ようやく秋バトルの DVD 買いました。終始笑いが止まらなかった。おさてお送りしてきました。お話を、そろそろ残り5時間です。うるせえ。吸引力が変わらないんだから、しょうがないでしょ。うるせえ。優しい音。この番組では皆さんからお便りメールを募集しています。僕たち楽したいこと、僕たちにやってほしいこと、質問疑問、最近あったことなど何でも OK です。送ってください。お便りの続きは郵便番号105の8000に郵便放送大阪市立花井がします。お願いします。はい、ということで下校時間です。ここまでの間は両先輩こと大阪良子と夏希こと花井夏希と、そして大志見たこと私でした。それでは次回の放送まで解散。なんだこれ。バイバーイ。いい家だここは。